僕は怒りが一番
でもそこを複数入り混ぜるとなんかいろいろと広がりやすくなる、はい、ね、なと思います。なるほどね。でこの若年層にこう詩人層が、まあ、よりね増えているのはなんか心をかけてるんですか。上の世代よりもやっぱ若い世代にみたいなのがあるんですか。いや全然あのなくて、むしろあのこだわってるのは若年層を子供扱いしないみたいなことをすごく言ってますね。なんか自分がやっぱり10代だったところって大人っぽいものに憧れがあったので、例えば今じゃないゲームっていうノンアルコールバーを大阪でやってるんですが、それもなんか10代のお客様入れますよっていうと10代の人は来たくなくて、大人な人たちがいる場所に、まあ、10代の方も入っていいですよっていうぐらいの順番が、なるほど、やっぱり大事だなっていうか。なるほど。でも意外と大事なんですよ、その設置する時のなんていうか、そのあ俺たちも入っていいんだっていうのと、どうぞどうぞ10代の人メインでやってますっていうのだと気が違うってことですね。やっぱ憧れてるものに行きたいんですよね。あ、じゃあ俺たちも入っていいんだっていう時にまたくすぐられるわけですね。まあ足んなと思ってるんですけど、はい、じゃないゲームズもこれ同じような謎解きしないと入れない。そうなんですよね、謎解きしないと入れない。これはプリクラ機の奥にある。ああプリクラ機に人が吸い込まれてそれが入り口になってて、その暗証番号をあの解かないとあのそのプリクラ機がロックされて解除されて、前々に言えばね、隠れてもね、秘密の扉感あるな。人が本当吸い込まれてくる、あそこって入っていくけどなんか出てこないよねみたいになるってことですか。そうです、あのプリクラ機って、うん、しかも故障中って書いてあるんですよ。じゃああのね、故障中のプリクラが目印で、はい、なんかドキドキが結構ね高まりますよね、そこで。友達がやってるカフェ、はい、SNS で150万以上のいいねがついたんですって。これだからお客さんがもう行ったら動画撮りたくなるってことですよね。そうだと思います、ね、はい、自分もそういう風に作りたいなと思ってました、はい、どこから生まれたんですか、友達がやってるカフェみたいな。なんかあのたまたまその大阪に社員旅行で行った時に、自分の一応、社員が、僕この清水寺の近くに友達やってるカフェあるんですけどいいですかって言って、めちゃくちゃ尺に触っておしゃれだなと思って、自分の友達やってるカフェでって言いたいなと思って、それで作りました。だから誰にでもその感情があるんじゃないかみたいな。この先右折専用レーンがあります。だから初見であっても友達がやってるカフェ行かないって言ったら本当に友達のように接してくれるから、で言わなかったら本当にあ友達がやってんだって知らずに付き添った友達は思う。はい、最初はそういう風に思ってて、今みんなもうネタ知っちゃったらしくて、あんまりそうなってないです。たまにそういう風に来るお客さんいますね。だってまだね、はい、知らない人もいるだろうから、はいはい、こうやって今日ラジオ聞いた人が友達がやってるカフェがあるんだよって友達連れて行くのは面白いですよね、はい、しかも初めて行くのにいつものやつとか言っても通じるんで。いつものやつは、はい、何が出てくることになってるんですか。勝手に何でも適当に言ってもらって、いつもカフェラテだよねとか言って、ラテ出したりとか、適当にしてもらって、大変そうだから簡単なのでいいよっていう場合は決まってるんですか。なんかコーヒーが出るとか、なんかセリフがメニューになっていて、まあ、誰でも最初から友達のように接することができるというのが、メニューでできるっていう風になってます、ね。なるほど、そうか。あ、なんか忙しそうだから簡単なやつでいいよって言ったら、もうそれはコーヒーを注文したことになるっていう暗号ですよね、だから。はい。店員さんの接客、はい、教育みたいなのどうやってるんですか。完全オリジナルなんですか。役者のメンバーたちの、が働いてくれていまして、はい、で最初は一応その稽古みたいな舞台劇みたいな感じで、そうなんですね。だから、そうなんですね。その役者さんもその友達を演じるっていうのは働きながらできるってことですね。ちょっとだけ来ていただくと分かるんですけど、床が高くなってて、レジの人が、そのステージみたいなことに出演するんですよ。なるほど、なるほど。この先、一般道、新川橋待ち伏せエリアに注意してください。これを企画で考えて、なんか面白そうって思うけど、俺すごいのは、もう実行しちゃってるっていう、その、これすごいなと思うんですけど、
不安もあるでしょ、本当にやれるのかなみたいな。3日前めちゃくちゃ不安だった。本当そうですよね。めちゃくちゃ不安だったし、これ絶対伝わらないんじゃないかなみたいなとか、どんずびでするんじゃないかな、不安だったんですけど、まあなんかドリンク作った開発するメンバーが、まあ、これは絶対に話題になりますって言ってくれたときに、なんでって聞いたら、これは見たことがないからですって言って、うわ、いい言葉だろうなと思ってます。そうね、見たことがないし、そのやってる側もドキドキがいっぱいあったんでしょうね。やったことこんな接客やったことない。でドキドキがもう詰まってる場所だから、怒られても問題、おかしくないんだ。そうですよね。面白くない？テンションとかやっぱこだわってるからね。テーマパークみたいなテンションだと、友達やってるカフェ感ないじゃないですか。そう、皆さんとか入れるとちょっと違うじゃないですか。だからおおみたいな感じで、肩より上に手を上げちゃダメっていうのがあります。ここがやっぱテンション高すぎじゃないですか。けどここで演技でねっていう感じで、うわ、そういう細かい設定があります。それはやってみて感じたんですか？そうですね、みんなで稽古しながら、稽古しながら、おーってやったらちょっとテンション高いよねっていう、それ友達じゃないんだ。それテーマパークなんで、みんなで言い合いながら、そりゃバズるよね。で、今年10月に開催したやだな展、いい人すぎるよ展、これも SNS で話題になったということですけども、本にもなってます。本にもなりまして、これはどういうコンセプトなんですか？いい人すぎる点というのは、世の中にいる、言われてみればその人確かにいい人だねっていう人をなんかこう焦点当ててみようみたいなもので、まあ、それが文字だったりイラストだったり写真で展示されてるっていうもので、やだなはその逆で、日常に潜むやだなって思う瞬間を集めて、で展示してるっていう感じですね。例えばどういうものがあるか、やだなって言うんだろう。あ、そうですね、外出中に ZIP ファイルが送られてくる。トイレで自分が入った直後に人が入るとか、トイレのドアノブ触る瞬間も嫌だなとか、あ、やだな、まあ、そういうちっちゃい嫌な、思い出してみればそれすごい嫌だったっていうのを、集めてるやつです。うわ、これ嫌だな。嫌だなファイルナンバー41、人の目覚ましで起きてしまう。サウナセクシャルですね。そう、 うちは奥さんの目覚ましで俺時々起きることがある。あと子供の目覚ましコラボ、めちゃめちゃ甲高いベネッセさんが出してるやつなんで、それで起きてしまったなって思って、学生時代のアパートの隣の目覚ましで起きたんですけど、電話とかね。嫌ですね。でもどうしようもないですからね。それを本にしました。ハイチーズから取られるまでの数秒間、やだね。そうそう、俺もよく写真撮ってくださいって、写真撮るの全然いいんだけど、お前カメラ起動しとけよみたいな。カメラ起動してるとき別に向こうも話しかけてこないし、俺お前に興味ない。ありがとねとかって言うけど、そうね、初めて会ったからなかなかね、こう会話も進まないし、床がぬるぬるなっていうか、嫌だね。あるね。なんとなく捨てにくいてるてる坊主。なんかね、たまちこの垂れ立ってくれてるから特にね、顔ついてるもの捨てづらい。そうね、あれはお焚き上げなのかな。楽しい。そういうものは。なるほど、嫌だなってね。これはトイレもなってるから。はい、で、再来週からパルコさんで全国で。ミートすぎる美術館というのと、少ないすぎる博物館というのをやります。少ない、少ないもあるんで、はい、やってます。このいい人すぎるだと、どんな人すぎるですか？例えば、縦でも撮りますねって言って写真撮ってくれる。いい人すぎるね。ビュッフェで何枚でもいいですよって言ってくれる、ローストビーフって言ってくれる人とか。一応 NHK もね、1枚かなと思うけど、何枚でも